山の塔より見た、標尾根とは、丹沢山地南部の塔の竹から南東に伸びる尾根で、あり、南に伸びる大倉尾根と共に古くから歩かれてきた、登山道である。大倉尾根と比べて高低が長く、鎖場やがれ場など所々危険な箇所があるが、展望が良いコースであるため人気が高い。小田急線秦野駅からバスで矢櫃峠まで行き、そこから登るのが一般的である。矢櫃峠からすぐに表尾根の登山道が始まると誤解する人がいるが、厳密には登山道の入り口は矢櫃峠から県道70号線を宮ヶ瀬方面へ25分歩いたところのかつて富士見山荘があった場所であり、そこまでは車道。登山口から1時間ほど登ると二の塔に着く。二の塔の山頂部は笹が生い茂っており、展望は乏しい。二の塔から北へ少し下り、登り返すと三の塔に着く。三の塔山頂からの展望は素晴らしく、大勢や塔の竹、天気の良い日には、相模湾や富士山まで望むことができる。また、矢櫃峠から1時間40分と短時間で、登頂できる山であるため人気があり、塔の竹まで行かずに、ここで引き返す登山者もいる。三の塔から西へ30分ほど下ると、烏大山に着く。三の塔からの下りは急であるため、通行には注意が必要である。烏大山から北へ、アップダウンを繰り返すと、表尾根一番の難所と言われる、行者岳の鎖場に差し掛かる。行者岳を越えると危険な場所は少なくなり、新大日、木の、また大日を過ぎ、急な登りを登ると塔の竹に着く。矢櫃峠護摩屋敷の水二の塔三の塔烏大山行者岳新大日木のまた大日塔の竹合計登り4時間5分。ありがとうございます。